こんばんは、声優の花江夏樹です。始まりました、メグオフしないと。さあ、この動画はですね、視聴者の皆さんに気分をリラックスしてもらえるような、そんな動画になっております。番組の後半でですね、実際にメグリズムを装着して、いただくシーンがありますので、ぜひお手元にご用意していただいて、一緒に楽しみましょう。早速皆様の気分リラックスのお手伝いをさせていただこうと思うのですが、その前に僕の気分リラックス方法をご紹介させていただきたいと思います。僕のリラックス方法はですね、飼っている猫と触れ合うことですね。はい、僕は2匹猫を飼っていまして、本当にね、もう毎日の癒しなんですよ。みそちゃんっていうね、アメリカンショートヘアの女の子、そしてコンペイという、マンチカンの男の子、この2人とね、一緒に過ごしているんですけど、もうみそはね、とにかくもう可愛い。もうポンポンってこっちにおいでって言うとすぐ来てくれるし、まあ、ちょっと他のね、会ったことない人とかに対してはね、人見知りな部分もあるんですけど、一緒にずっと住んでるとね、やっぱすごい甘えてくれるんですよね。で、一緒に毎日寝てくれますし、すごくね、お利口ですね。そして、コンペはですね、もうとにかく好奇心が旺盛で、で、もう段ボールとか荷物が届いて段ボール開けたらもうすぐそこにこう入っていくような、そんなやんちゃな、性格をしてますね。なんで結構こうおもちゃとかでね、猫じゃらしとかで遊んであげると、すんごいね、こう短い手足をね、必死に伸ばしてね、その顔が本当にね、可愛いので、2匹ともこう結構タイプは違うんですけど、すごく僕にとって癒しの存在ですね。僕の話だけではね、味噌とコンペイと触れ合うだけで果たしてリラックスできるのかってちょっとね、信じがたいなーって思うとこありますよね。なので、今回は特別に動画を用意させていただきましたので、その動画を見ながらちょっと僕が解説を入れつつ、見ていきたいと思います。さあ、まずは味噌からですね。さ、こちらね、もうね、熟睡してますね。しかもお腹をこう見せてくれるんですよね。すごくこう気を許してくれてるというか、これはずっと見てられますね。その最後にこの手をパッてやって、見ないでってちょっとね、乙女の一面が出るところがね、これがほんと可愛いんですよね。さあ、そしてコンペイですね。コンペイの動画見てみましょう。こちらですね、この箱が積み上がったところで必死に短い手足を伸ばして、で、おもちゃをこう猫パンチしてるところね、これがマジでね、マンチカンのこの足の短い可愛さがね、もう存分に出ているというか、必死でこうおもちゃとこう戦っているところが本当に可愛くて、しかもちょっと俊敏なんですよね。なんで、ああ、これは猫の本来のこの野生の感じもあって、ちょっとかっこよさもあるなっていう、そんな、動画ですね。